国公立大学の前期試験が今日から始まり、佐賀大学も受験生が試験に臨んでいます。試験会場となっている佐賀市の佐賀大学本庄キャンパスでは、問題用紙が配られた後、試験官が注意事項を説明し、受験生は午前9時半から試験に臨んでいます。去年に続き今年も受験生の発熱などに備え、健康相談受付がキャンパス内に2カ所設置されています。佐賀大学の前期試験は6つの学部合わせて689人の定員に対し2043人が志願していて、倍率は 3.0 倍です。今日は夕方まで試験があり、医学部は明日面接が行われます。前期試験の合格発表は来月8日です。後期試験は来月12日と13日で、新型コロナで陽性となった人や体調不良だった人を対象にした追試験が来月22日に予定されています。